前回は新スタジアム周辺の神社へ参拝をしたり、映えスポットを探した川波選手と田畑選手。今回は新スタジアム周辺を街ブラ。ただし一つだけルールが。我々一切のアポは取っておりません。大丈夫なのかこれは。これは大丈夫なのか。それでは早速行きましょう。ゴー。まず2選手が向かったのはスタジアムからほど近い東海地エリア。なぜかこのエリアにすごく詳しい川波選手が連れてきてくれたのがカフェクレール。田野さん行きます。どんな感じで行きたいですか。広島ホームテレビのキックオフ広島っていう番組ですけれども、ちょっと取材させてもらっていいですか。はいはいはい。田畑選手アポ取り初挑戦。サンフレッチェ広島の田畑亮というものなんですけど、はい、今ホームテレビ のキックオフ広島っていうテレビ番組 の、はい、のロケをしてまして、はい、果たして結果は OK です。 OK。 早速注文しちゃいましょう。いいですか。で俺ブリュレクレープ。ブリュレクレープ、はい、小倉生クリームで。あー、あんこ、はい、こちらのお店クレープは30種類以上、幅広い年齢層に人気のカフェです。いただきます。まーす。うん、まあ間違いないですよね。うん、絶対口の周りに生クリームついてるみたいなもん。そんなに気にした男は食べない。いや、ずっとこれ食べたかったんで、この上が焦げてるやつめっちゃ美味しいです、はい、この甘いのとこの上の焦げてるところがすごい合ってます。その後もお二人夢中で完食。紫芋、はい、優勝目指して頑張ってください。ありがとうございます。頑張ります。最後は甘いデザートの後に飲みたいということで、コーヒーを求めて街ブラ。やってきたのは新スタジアムからもほど近いアーカイブコーヒーロースターズ。豊富なコーヒー豆を取り揃えるおしゃれなお店のアポを取るのは田畑選手。今俺だったっすか。今早速店内へゴー。すごいここもね、あれですね、ここからスタジアムもすごい綺麗に見えるから。いや、そうですよ。立地としては最高ですよね。最高ですよ。どうなんだ、どうなんだ。結構長かったですね、さっきより交渉がね。長かったっすね。そうですね。OK です。おー、いやー、もうあれだね、もうこの街ブラのもう王者だね、うん、余裕っすね。余裕、うん、いけるっす。すっかりノーアポロケを自分のものにした田畑選手。注文を終え、テラス席でコーヒータイム。これは何ですか。え、棚田特権とかですか、これは。お前似合うね、この萌え袖にしててその感じで。これは女性ファン増えますよね、これね。ファンの皆さんにはスタジアムに行った帰りとか、この地域に遊びに来てもらいたいなと思いましたね。2月に新スタジアムでお会いできるのを僕も楽しみに待ってます。ぜひみんな来てください。待ってます。こんばんは。キックオフ広島です。小泉さん、2選手のねアポなしロケいかがでした。いや、楽しそうですね。楽しかったですよ、ねね、ちょっと僕もやりたいですね。あ、やってみたいですか、アポなしロケ、はい、ちょっと街ブラしたいんで。はいはいはい、やらせてください。どのあたりをこう回ってみたいな。いや、もう本当市内、はい、中心の、うん、はい、場所に行きたいですね。大丈夫ですか、取材交渉とか自信ありますか。全然自信あります。あ、そうですか、はい、じゃあ今度ぜひやってみたいと思いますので、はい、皆さんね、次回をお楽しみいただきたいと思います、はい、さあ続いては今シーズンチームに加入した大橋悠希選手に今シーズンの意気込みを伺いました。プレッシャー感じてなくて、まあ、それこそそれよりか今トライしてる側なので、どんどんチャレンジして、チャレンジャーっていう気持ちを持って貪欲に頑張りたいなって思ってます。今シーズン湘南ベルマーレからサンフレッチェに加入した大橋悠希。 J1 で13ゴールを挙げた男の加入で
チームのフォワード争いは熾烈を極めている。クオリティのある、そしてポテンシャルのある選手がフォワード多いと思って入ってきたので、競争というのは自然とありますし、まあ、お互い意識し合いながらやれる存在になれたらいいなと思います。ちなみに大橋が今シーズンから背負う背番号77の前任者は森崎浩二さん。それまで知らなかったです、はい。まあ、知ってたらちょっと遠慮してたかなと思います。まあ、つけるからには、広島のレジェンドの方だと思いますし、そのに恥じないようなプレーをしたいなと思います。小西さんは大橋選手が77点取ってくれて、まあ、無事じゃないですか、77は。まあまあ、一つでも多くゴールを取りたいなと思ってます。小西さん、77点近づけるように頑張ります。頑張ってください。待ちに待った新シーズン、大橋悠希は仲間との競争を勝ち抜き、必ず新スタジアムで輝きを放つはずだ。小西さん、大橋選手77点に近づけるように頑張りますと、はい、ということでしたね。いやいや、もうね、あの半分以上冗談ですけど、まあでも、まあ、彼がね、やっぱゴールを奪ってくることによって、うん、まあ、勝利はね、たくさん奪えると思いますし、うん、あとやっぱその77点っていうのは、はい、チームとしてね、うん、77ゴール生まれれば、そうですね、まあ、間違いなくその優勝できるんじゃないかなと、うん、はい、僕は信じてます。はい、改めてこう小西さんから見て大橋選手の特徴、いいところってどういったところになりますか。まあ、まずはそのゴールに向かっていくその貪欲さがやっぱり彼の魅力なんじゃないかなと思います。まあ、昨シーズンもね、2桁ゴールを達成してますし、はい、まあ、彼が加入したことによって、うん、ピエロ選手が第一、あの一次キャンプで4試合連続ゴール決めてる、はい、いや、そうなんですよね。そういう競争もまた新たに熾烈になってきますので、うん、まあ、彼の加入は非常に大きいかなと思います。はい、いい刺激になってますね。はいはい、さあ、続いては広島シュートです。多くの人が一緒に楽しむイベントに迫ります。今日はよろしくお願いします。去年の11月、広島市内で県サッカー協会が主催するフットサルとウォーキングフットボールの交流イベントが開かれました。参加したのは地元プロチーム広島 F ドゥの選手と、日頃からサッカーを楽しむ幅広い世代の男女およそ50名。多くの人に競技の魅力に触れてもらおうというのが狙いです。見ていたらやりたくなってしまって、やってもいいですか。ということで、大学までサッカーを続けていた瀬賀アナウンサーも飛び入り参加。得意のドリブルでゴールに迫ります。久しぶりに心高まりましたね。運動量はすごく多いスポーツなので、ちょっと正直肉体的にはしんどいんですけど、なんかシュート決められた時はすごい嬉しいので、その楽しさでずっと続けられてます。なんかまた新しい技とか教えてもらえるから楽しいです。フットサルに続いてはサッカー経験の有無や年齢を問わず楽しめるウォーキングフットボール。右半身に障害を抱えるこちらの男性、参加のきっかけは、Jリーグのタイトルパートナーを務める明治安田生命保険は、ブランド通称を明治安田生命から明治安田に変更することを発表。新しい通称明治安田には、従来の保険会社の枠を超え、地方創生など新たな役割を務めていくことへの決意が込められているということです。また新企業タレントには三浦知良選手を起用。会場には本人からの VTR メッセージも寄せられました。サッカーの母国イングランドが発祥といわれるウォーキングフットボールは、年齢や性別、障害の有無に関係なく楽しめるユニバーサルスポーツとして注目されています。右足に装具をつけてプレーするこの男性は、5年前に脳出血を起こし、後遺症で右半身が麻痺、
それでもイベントに参加した理由は、サッカーはやってはなかったんですけど、10年前からのサンフレッチェ広島を見るのが好きで、でもなんかこんな体になっても絶対できないと思ってたところに、いろいろネットで調べてたらウォーキングサッカーっていうものがあるのを知って、やっぱり思ったように動けないとか走れないっていうのはちょっとモヤモヤする部分はあるんですけど、諦めなくてもいいのかなっていうのはちょっとこれに出会って思ったこと。プロの選手とさまざまな世代の参加者が最後まで笑顔でボールを追いかけ、充実した時間を過ごしました。コロナになってこの3年半ぐらいはやっても集まらない状況が続いていたので、4年ぶりの開催ということに、想定より多く集まったなっていうのがあったんで、まあ盛り上がってすごい良かったと思っています。いや、小池さん、本当に幅広い世代の方、そしてまあ障害者の方も含めて、うん、はい、皆さんいい表情されてましたね。まあ、あのフットサルもそうなんですけど、ウォーキングサッカーも、うん、僕イベント参加したことがあって、はい、まあ、障害がある方とも一緒にこう笑顔でね、楽しくサッカーできるのが、まあ、このウォーキングフットボールの、まあ、魅力なんじゃないかなと思いますんで、まあ、こういった、ね、こうイベントごとを、ね、たくさんこれから増やしていってほしいなと思います ね。ボール一つあるだけでこれだけの方が交流できる素晴らしいスポーツだなというふうに感じました。はい、さあ、小池さん、サンフレッチェは2次キャンプが始まりました。はい、開幕まで仕上げの時期ということになりましたね。うん、まあ、あのコンディションも、はい、もちろん上げていかなければいけないですけど、うん、ここからはやっぱり戦術、はい、まあ、連携面をね、さらにこう高めていってほしいなと、まあ、そういう時間にしてほしいなと思いま す、ね。はい、誰が新スタジアムの開幕スタメンのなを連れるのか、はい、そのあたりも注目して見ていきたいと思います。また来週です。